主力製品のクオン UD、トラックス株式会社は、日本の大型車専門の自動車メーカーである、イスズ自動車の子会社。かつては、スウェーデンの多国籍企業、ボルボグループの子会社であり、ボルボグループ製品の輸入も行っていた。2020年10月30日、主要株主である、ボルボグループとイスズ自動車間で、戦略的提携が正式に締結され、 2021年4月1日までに、ボルボから UD トラックスを2430億円で買収したことで、イスズグループ企業となった。法人格としては、2007年1月30日に NA 株式会社として設立され、2010年4月9日のボルボグループ、ジャパン株式会社への社名変更を経て2014年1月1日に、 現社名に変更した法人であり、同社と合併した UD トラックス株式会社は、2010年2月1日に、日産ディーゼル工業株式会社から、社名変更した法人である。なお、日産ディーゼル工業は、日産自動車参加であったが、2007年に、ボルボの子会社となり資本関係が消滅。ただしその後も、業務提携は継続していた。 日産自動車製の商用車に搭載されるディーゼルエンジンを生産していたこともある。前身は1950年5月1日に民生産業から分社された民生デーゼル工業であり、1953年の日産自動車の資本参加を経て1960年に日産ディーゼル工業へ社名変更した。旧会社時代の有利エンジン搭載車については民生産業も参照。 UD 民生の文字が見られる1955年の広告主力商品はトラックで大型トレーラーの国内市場占有率筆頭である。普通トラック国内シェアは日野自動車、伊須津自動車、三菱不装トラックバスに次いで第4位。このほか、日本におけるボルボトラックスボルボペンタボルボ建設機械の各事業も当社にて展開している。旧会社名の略称。 日産ディーゼルや通称の日産ディーゼルと共に旧社名当時から UD の名称でも広く親しまれている。この UD というのはかつて GM 式の単流早期方式にサイクルディーゼルエンジン、ウナフロスキャビンジェングディーゼルエンジンを製造しその頭文字をエンジンの商標としていたことに由来する。UD の商標はリサイクルエンジン製造終了後も継続して使用され、 現在は UD をアルティメットディペンデビラティの頭文字に由来するとしている。旧社名時代には自動車業界内では主に日でと略されていた。1972年まで大型バスを1976年まで大型トラックをそれぞれ製造していた日産自動車の車種と区分を明らかにするため日本自動車工業会や自動車雑誌が主に用いていた。なお、 鉄道ジャーナル誌など一部では、日産ディの表記も見られる。また、運輸事業の現場では、単に日産の通称も用いられていた。ボルボグループの協力下で、新興国に特化して製造されるクエスター1999年、ルノーは、日産自動車との資本提携時に日産ディーゼルへ、出資して、株主名簿記載順位、第2位となり、ルノー式下でリストラを進行した。 2003年3月、日産ディーゼル車課層のおよそ6割を担っていた、富士重工業伊勢崎製作所が、バス車体製造事業から撤退。それに伴い、バスボディの調達先を、西日本車体工業へ集約した。2005年3月、経営再建が終了しているのを所有株式が、放出され、再び日産自動車参加になる。2006年3月、 筆頭株主の日産自動車が保有する株式19%中13%をスウェーデンのトラックメーカー AB ボルボへ売却し、ボルボが筆頭株主になる。同年9月、残る6%もボルボへ売却され、日産自動車との資本関係は消滅した。当時の時点では日産ディーゼルの会社名は変更しないと発表された。2007年2月20日、 ボルボは完全子会社化を目的として株式公開買い付けを実施すると発表し、日産ディーゼルも賛同を決議した。同年7月23日、買い付け成立に伴い東京証券取引所上場廃止となった。2009年11月、2010年1月1日付で日本ボルボを吸収合併し、日産ディーゼル主会社のクリエイトセンター、並びに同じく子会社で、 システムブレームの流れを組むボルボインフォメーションテクノロジージャパンも同日付で吸収合併するとウェブサイトにて発表される。2010年1月19日付の各市長官で同年2月1日に UD トラックスへ社名を変更すると報道されるが2月1日の社名変更は事実だが新社名は1月26日に発表するとウェブサイト上で発表。 同年1月26日に UD トラックスへの2月1日付での社名変更が発表され、ブランドも UD トラックスに統一された。2014年、ボルボグループジャパンと合併、同社を存続会社と市称号は UD トラックスとする。2019年12月18日、イスズ自動車とボルボグループとの戦略的提携が発表され、UD トラックスは イスズの参加となることも発表された。イスズは UD の株式をボルボから購入する予定。2020年10月30日、主要株主であるボルボグループとイスズ自動車間で戦略的提携が正式に締結され、2021年4月1日までにイスズが2430億円で買収しイスズ参加企業となった。国内市場では、 最終期に製造されていたスペースランナー A バス事業に関しては2007年より三菱不走トラックバスとバス製造事業における業務提携を開始2007年5月のスペースランナー A 並びに三菱不走側でのエアロスター S の販売開始以後同社との総合 OEM 供給が開始された2010年1月21日西日本車体工業が 同年8月31日をもって、車体製造終了及び会社解散を決定した。UD トラックスが、西日本車体工業へのバス車体製造発注を打ち切ったことが理由であった。これを受け、同年8月31日、三菱不走とバス事業に関する合弁会社設立に、向け協議開始の覚書を締結。総合 OEM 供給を事実上終了し、 UD トラックス販売の車両はすべて三菱、不走からの OEM 車種とすることになった。西日本車体工業解散3日前の2010年10月29日、三菱不走との合弁会社設立協議打ち切りと、相互 OEM 供給終了が発表された。この結果、自前のバス車体製造施設を保有していない UD トラックスは、事実上、バス事業から撤退することになり、 2011年にはバスの生産と販売が休止された。後に中国製ボルボバスの輸入を模索するも、日本国内の道路運送車両法対応費用と売上予測が釣り合わずに断念し、完全な撤退を決めたと2012年9月に報じられた。現在バス車両のアフターサービスや部品供給は西日本車体工業の事業を引き継いだ。 西鉄社体技術が行っている2014年3月19日、ボルボグループは新興国市場向けの新規開発バスのブランドとして、日本や東南アジアで強固なブランド力を有した UD バスの名を UD バススとして用いると発表している。当初はインドで製造、販売し、バンガロールのバス工場を輸出ハブとするが、日本国内でのバス事業再開の計画はないと。 している。新旧に法人を分けて記述する。民生、デーゼル T80G 型 UD トラックスコスとト、三菱不走トラックバスから OEM 供給された、小型トラック UD トラックスコンドルイスズ自動車から OEM 供給された中型トラック、出店現存するもののみを記す。トラックカザーバス s l f 二千十四年三月十九日に、バス事業に再参入し、 インドをはじめとする成長市場で販売を行っている。産業エンジン発売順に掲載する。バス前日の通り、日本国内においては2010年10月29日で、バスの車種すべての販売が終了し、2011年に生産も終了している。トラック産業エンジンその高つては、販売会社として UD トラックスジャパンなどが存在したが、 現在は一部を除き当社で直営している。2010年当時存在した販売会社各社は、当社旧法人の UD トラックスへの変更に伴い、連結決算対象の3社及び北海道販売は連動して社名を変更した。その後、岩手、栃木も変更し、現在は群馬のみが日産ディーゼルを含む名称となっている。また、 販売会社である UD トラックスジャパンについては、前日の通り旧法人の新法人への合併の際に共に合併しており、現在は当社で直営している。このうち UD トラックスジャパン株式会社は、2008年11月26日の設立に関する発表の後、2009年1月1日に日産ディーゼル工業の直径販売会社すべてと、 中古車販売会社のクロスネットが統合され、関東日産ディーゼル株式会社を、存続会社として、日産ディーゼルトラックス株式会社として設立されたもので、埼玉県上尾市に本社を置いていたが、経営の効率化を図るため2014年1月1日に UD トラックスと共に UD トラックスの持ち株会社である、ボルボグループジャパンに吸収合併された。 この UD トラックスジャパンでは UD の親会社である AB、ボルボの大型トラックの取り扱いを大手企業向け限定で2010年2月15日より開始した。なお、直系販売会社が1社に統合されたのは三菱、不走トラックバスに次いで2番目で地場資本の6社については引き続き単体での営業を行う。また、日産ディーゼル工業時代には 日産自動車の総合カタログ上に掲載されていたり、日産ディーゼル販売店に日産社のカタログが置かれるなど緩い販売協力関係にあった。また、日産自動車の総合カタログ上では、日産ディーゼル系販売会社と表記された。ありがとうございます。